グラスホッパーマニュファクチャーの須田剛一です。さあ、いよいよ NGPX が始まります。すごい楽しみです。僕も一ゲーマーとして楽しみにしてます。日本のゲームが集結する、まあすごくエキサイティングなイベントになるんじゃないかなと思ってます。今、多分世界中のゲーマーの皆さんは自粛の日々で、おそらくたくさんゲーム遊んでると思います。まあ僕らもそうです。僕もそうですね。ゲームを、まあ、こういったテレワークでゲームを作りながら、そして家族との時間を過ごして、そして空いた時間ではたくさんのゲームを遊んでます。まあ、特にそのこれまでなかなか忙しくてできなかった、まあ、積みゲーがたくさんあるんですけども、まあ、ここにも何本かあります。こういったゲームを一本一本クリアして、マリオデッセイまだクリアしてないんですよ。絶対クリアしたと思います。はい。まあ、インディーゲームもね、たくさんダウンロードしてますので、まあ、そのぐらい本当に今ゲーム漬けの日々で、それは本当にゲーマーとしてはすごく今贅沢な時間だなと思って、まあ、今この時間をすごく楽しんでいます。まあ、本当辛いこともたくさんあると思うんですけども、とにかくビデオゲームというものは、まあ、エンターテイメントの力そのものだと思うんですけども、このパワーが明日への活力になって明日への希望になるんじゃないかと僕は信じて疑いません。さあ、そして今日 NGPX で集まってくるゲームというのは、また皆さんの明日への活力になる、そのパワーを持ったゲームはたくさん、ね、紹介されると思います。さあ、楽しみですね。どんなショーケースになるでしょうか。さあ、主催の皆さん、準備はいいですか。いよいよ始まります。 NGPX レッツスタート。